千葉伊勢崎明弘選手です。連日目標がない競争ですけれども、ご自身はいかがですか？そうですね、まあ展開のイメージはできてるんですけれども、ちょっと体が重たいですね。決勝戦はどのように走りますか？まあ、難関で相性のいい松坂陽平が出てきたので、後ろをマークしたいと思います。期待するところは、まあドミちゃんより先にね、まくってくれれば、勝機あるかなと思います。それでは最後に意気込みお願いします。そうですね、ちょっと、体重たいんですけども、優勝戦はちょっと調整して、優勝を狙っていきます。お願いします。